地獄のガールフレンドは、鳥海赤根による日本の漫画作品。フィール・ヤングにて2014年3月号から2017年2月号まで、連載、小電車フィール・コミックス・スイングから刊行された。単行本は、全3巻。シェアハウスで同居することとなった20代から30代の女性3人の心情や悩みを赤裸々に描く。フジテレビにより、実写ドラマ化され、 フジテレビオンデマンドで2019年10月25日から配信された。36歳の出口直は恋人に浮気され、彼のことをどれほど好きだったかを改めて認識した。直のことをよくわかっている男友達の鹿屋は、好きでも嫌いでもない距離感の女友達を作って一緒に暮らせばいいとアドバイスする。離婚し、シングルマザーとなった島田香奈は、通っている。 保育園でようやく友達ができた息子のためにも市外への転居をしたくなかった。会社員の須藤優里は8年住んだアパートの取り壊しが決まり新しい部屋を探さなければならなかった。そんな二人が折りよく見つけたのがシェアハウスの同居人を募集する張り紙だった。富士テレビ制作で実写ドラマ化され、 フジテレビオンデマンドで2019年10月25日から12月27日まで毎週金曜0時に配信された。2020年4月7日から6月23日までフジテレビのブレイクマンデー24枠で放送された。ありがとうございます。